フレデリック・マイケル・リンは、アメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。1970年の MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名を受けるが、契約せずに、南カリフォルニア大学へ進学した。1972年には、第1回日米大学野球選手権に、出場している。第3戦で、 同選手権の MVP となる山口隆から本塁打を放っており、関東賞を受賞した。1973年の MLB ドラフト2巡目でボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。1974年9月5日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。9月15日の同カードでメジャー初安打を本塁打で飾るなど、打率。 419.2本塁打を記録。1975年は開幕メジャー入りを果たし、6月18日のデトロイトタイガース戦で3本塁打、13塁打、1短打の計5安打を放ち10打点、リーグ記録の16塁打。前半戦で打率、342.16本塁打、71打点を記録し、オールスターゲームに初選出される。 最終的にリーグ2位の打率331.21本塁打105打点いずれもリーグトップの47二塁打103得点超打率566オプス967の大活躍で同じくルーキーでチームメイトのジムライスと共にゴールドダストツインズと呼ばれチームの地区優勝の原動力となるワールドシリーズ3連覇中のオークランドアスレティックス とのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率364を記録しチームは3連勝で8年ぶりのリーグ優勝。シンシナティレッツとのワールドシリーズでは第6戦で先制の3点本塁打を放つなど活躍を見せるがチームは3勝4敗で敗退し57年ぶりのワールドチャンピオンはならなかった。オフに史上初めて MVP とルーキーオブザイヤーを同時受賞し ゴールドグラブ賞も獲得した。1976年は打率314を記録するが、本類打は10と前年から半減した。1977年は故障で出遅れ、復帰後も調子が上がらず打率262を割る。1978年は前半戦で打率331を記録。後半で調子を落としたが打率。 298.22本塁打の成績。チームは一時アンキースに最大14ゲーム差をつけたが9月に逆転され、シーズン最終戦で同率に並んだものの、ワンゲームプレイオフで敗れて、地区優勝を逃した。1979年は前半戦だけで、それまでの自己最多をくらい更新する24本塁打、75打点を記録するなど好調で、 最終的にいずれもキャリアハイの打率333.39本塁打122打点177安打出塁率423超打率637オプス1.059を記録し首位打者のタイトルを獲得 MVP の投票でも4位に入った1980年は5月13日のミネソタツインズ戦で サイクルアンダーを達成するが、8月28日を最後に故障で離脱し、12本塁打、61打点に止まった。少年時代を過ごした西海岸でのプレーを望んでいた、リンは、1981年1月23日に、ジョールディ、フランクタナナ、ジムドーシーとのトレードで、スティーブ・レンコと共にカリフォルニア・エンゼルスへ移籍した。 1981年は50日間に及ぶストライキでシーズンが中断され再開後は打率131.0本塁打と極度の不振に陥り打率219.5本塁打とキャリアワーストの成績に終わった。1982年は打率299.21本塁打86打点と復活しチームの3年ぶりの地区優勝に貢献。 ブルワーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率、611.1本塁打の大活躍。チームは2連勝後に3連敗を起死し後一歩でリーグ優勝を逃したが、活躍が評価されて、史上初めて敗退チームからシリーズ MVP に選出された。1983年は9年連続でオールスターに選出され、3回に史上初の満塁本塁打を放ち、 オールスター MVP を受賞。9月8日を最後に離脱するが、22本塁打を記録した。1984年オフに FA となった。1984年12月11日にボルチモアオリオールズと契約した。1985年は23本塁打、68打点を記録するが、キャリアワーストの103進。 九百八十六年は前半戦で打率三百十六を記録するが後半戦で失速し打率二百八十七点二三本塁打六十七打点九百八十七年は四年連続の二十三本塁打を記録二十本以上で同じ本塁打数が四年続いたのは九百六十一年から九百六十四年のケンボイア以来で現在でも この2例のみ。1988年8月31日に、クリス・ホイルズ、後日発表選手のマイナー選手2名を含む3選手とのトレードで、地区優勝を争っていたタイガースへ移籍した。ポストシーズンの出場資格を得るには、同日中にチームに合流しなくてはならず、すぐに遠征先のアナハイムから飛行機に乗ってタイガースの遠征先シカゴに向かったが、 飛行機が遅れて、到着は9月1日の午前0時を過ぎていた。このため、出場資格を失うが、メジャーリーグ選手会が、選手が合流しようと努力しているのに、資格を奪うのはやりすぎと訴え、当時のピーター・ユベロス・コミッショナーが出場を許可したが、チームは9月に入って失速し、地区優勝を逃した。9月25日のフルスオリオールズ戦では9回に、 代打逆転万塁本塁打を放った。1989年は9月4日のカンザスシティロイヤルズ戦でブレッドセーバー平原から通算300本塁打を記録するが打率241.11本塁打に終わる。オフに FA となった。1989年12月6日にサンディエゴ・パドレスと契約した。 初のナショナルリーグでのキャリアとなった1990年は、開幕戦で本塁打を放つが、その後は控えに回ることが多くなり、同年限りで現役引退。故障がちなこともあり、1978年以外は150試合以上に出場したシーズンは一度もなかった。通算306本塁打は、中堅手としては、ウィリー・メイズ、ケン・グリフィー・ジュニア、 ミッキー・マントル、デューク・スナイダー、デール・マーフィー、ジョーディ・マジオ、ジム・エドモンズに次ぐ記録である。MLB オールスターゲームでの通算本類打は4本で、スタン・ミュージアルに次ぐ、歴代単独2位。ありがとうございます。